ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はアリスの精神裁判第10回目配信を撮っていきたいと思います。さて、前回この双子が出てきましたが、いろいろ話を聞いていきましょう。君たちは、あなたたちは、まずあなたたちのことを教えてほしいな。僕らのこと知ってどうするの？どうって、あなたたちが私に話しかけてきたんじゃない？まず相手のことを知ろうとするのは普通でしょ？ああ、うん、まあ、そっか。言われてみれば確かにそうだ。でも別に僕らがどうこうってわけじゃないんだよね。ただなんとなく話しかけてみただけさ。僕らはくだらないことが大好きだから。つまり私に話しかけるくだらなさが面白いと？わあ、卑屈だな。卑屈なのは退屈だな。もっと面白いことを聞きなよ。なんだこの失礼さは。白兎について。ねえ、白兎について何か知ってることはない？知ってるような知らないような、知らないような知ってるような。もう真面目に答えてよ。大真面目さ。何かってなんだよ。君こそもう少し具体的に質問しなよ。曖昧な質問には曖昧な答えしかできないよ。今のは君が悪い。なんでこういうツッコミは鋭いの？その白ウサギの人となりとか。そう、僕ら白ウサギとは違うクラスだから。話したことがないってわけじゃないけど、どんな人物か知るくらい彼女をよく知っているかと言われれば、全く知られないのと同義だね。はあ、まとえない答えというか、なんだか会話が回りくどいし、のらりくらりとしていてつかみどころがないな、この双子。それよりアリス、君に面白いお話をしてあげよう。お話？セイウチとカキの話さ。突然双子は大げさな身振り手振りで語り始めた。別にセイウチとカキの話なんてどうでもいいんだけど、遮ると面倒そうだと思ったので、双子が満足するまでそのまま語らせることにした。太陽の光輝く海で。でも変だよね。この話の時間は夜なんだ。お昼なの？夜なの？どちらでも。つまりはどうでもいいということさ。なら前置きは必要ないじゃないと思ったけど、口を挟むのはやめた。海はびしょ濡れ、砂浜はカラカラ、セイウチはお腹を空かせていた。セイウチは海の中へ入っていってカキに話しかけた。一緒に散歩に行かないかい？たくさんいるカキのうち一人は行かないと答えた。なんだって？それは残念だ。海の外輝く太陽、素敵な断章、白い砂浜、素敵なことがいっぱいだ。残りは行くと答えた。それでは小さく勇敢な紳士淑女よ、私についてきたまえ。カキたちは軽やかな足取りで海から陸へと上がった。さあカキたちよ、この素晴らしい景色が見えるかな。カキたちは初めての世界に喜んだ。そしてセイウチは喜ぶ牡蠣をペロリと食べてしまったのさ。まあ、つまり何が言いたいかわかる？
知らない人についていっちゃダメですよってこと？惜しい。もっと根本的なことさ。好奇心だよ。好奇心？好奇心は身を滅ぼす。ああ、なるほど。なんだかさっき聞いたような話だ。まったく、一体何なんだろう。君はどうだろうね、アリス。幼い好奇心からウサギの穴に落ちた少女のように自分を危険に追いやるのかな。冗談冗談。そんな怖い顔しないでよ。はあ、この双子に怒っても無駄か。ところで私は何について尋ねたんだっけ。まだ質問が残ってますね。自社猫について聞きますか。自社猫とは同じクラスなんだよね。そうだよ。まあ親しくはないね。でも全く知らないというわけじゃないよね、自社猫。僕らは普通の当たり障りのないただの同級生だよね。自社猫はうなずいた。お、自社猫が押されてる。そうとも、自社猫の多くを知ってはいないが、少なくとも今まで口を聞けたのは知ってるよ。え？教室でも普通に喋っていたよ。今朝だって僕に挨拶してくれたよ。おはようってさ。喋れなくなったのはいつからだったかな。昨日から？今日から？それとも明日からだったかな。自社猫は喋れた。私はてっきり生まれた時から喋ることができない病気か何かだと思っていたの。自社猫？どういうことなの？私は別に声が出せないわけじゃない。今は喋ることができないだけ。え？考えよ。どうして自社猫は喋らないのだろう。何か理由があるのだろうか。いや、理由があるから喋らないんだろうけど、私には話せない理由なのかな。私と自社猫は友達のはずなのに、わからないことが多すぎる。ほえー。ちょっと待ってよ。もうこの子たちには話を聞くことはない。調べようにも特にない。はい、教室に戻ってみるか。ダメだ。犬がネズミに言うことに。二人で裁判所に行こう。なんかないかね。話すことないし、教室じゃなかったか。一回図書室行くか。おや？ごめん、ちょっと広告は今んとこ。
これ確認できないの？あ、え、これさっきもやったのに、なんで？眠りネズミさんが言ってたのってこれのこと？すみません、違います。うん、違ってたみたい。全然似てない。僕の記憶違いかもしれません。しおりに似たもの見たことあるなんて曖昧ですよね。うん、私もこのしおりは誰の仕業なのか気になるし、見つけたらまた来るね。はい。あれ？これだよね。今違うもの触ってた？ねえ、眠りネズミさんが言ってたのってこれのこと？あ、そうです。それです。昇降口の掲示板に貼ってあったの。何か知ってる？いたずら部って言われているらしいんだけど。いたずら部？ああ。知ってるんだ。詳しく教えて。あ、いえ、すみません。聞いたことがあるくらいで、詳しいことは知らないんです。なんでも、秘密の部活なんだとか。秘密の部活？なんだか、聞いただけで面白そうだ。はい。不定期でこっそり行われているらしいですよ。学校のどこかに、物質があって集まっているって。でも教師には内緒の部活らしいので、どこまでが本当なんでしょうね。待ってよ。ってことは、あの殺人現場の視聴覚室がこの秘密の物質なのかな。先生たちはこの巨大なカラスの貝、いたずら部のことを知っているの？知らないんじゃないでしょうか。生徒でも噂を聞いたことがある人といういない人でまちまちです。単なるふざけた噂話だろうって意見が大半です。チア猫も話をちょっと聞いたことがある程度なんだよね。そう。そうか。もうちょっと詳しいことが知りたいけど。でも実際本当にいたずら部ってのが存在してるのかすらわからないのか。単なる噂話って可能性もあるんだね。でもちょっと楽しそうですよね。生徒だけの秘密の部活だなんて。そう言って眠りネズミは笑った。確かに教師に秘密で何かするというのは生徒にとってたまらない娯楽だろう。話を聞いただけで少しワクワクしてしまう。誰かそのいたずら部に関わっている人を知らない？いや、僕はただそういった話を聞いたことがあるだけなので。そっか。すみません、お役に立てなくて。あ、ごめんね。眠りネズミさんが謝る必要なんてないよ。一部ではこの白ウサギ事件はいたずら部の仕業なんじゃないかって言われていますけど。そんな噂もあるの？はい。でも僕は違うと思いますよ。いたずらにしては度が行き過ぎているものね。ええ、巨大なカラスの貝はあくまでくだらないいたずらを考えて実行する貝だそうです。くだらないいたずら。ちょっと待って。くだらないいたずら。考える。この巨大なカラスの貝はいたずら部と呼ばれていて、先生の目から隠れて活動している。大事は起こさず
くだらないいたずらを繰り返す。おそらく図書室の本の並びがめちゃくちゃにされたのもこのいたずら部のせいなのだろう。ねえ、ちしゃ猫、この巨大なカラスの会に関わりがありそうな人、覚えはない？確信が持てるわけじゃないけど、思い当たる節はある。多分、アリスと同じ考え。その人物は、この双子じゃない？違ったら一発アウトだよね。ツイートルの双子。そう言うと、ちしゃ猫はうなずいた。くだらないことを楽しむあの双子がいかにも怪しいよね。巨大なカラスの会について何か知っているかもしれない。アリスは巨大なカラスの会と白ウサギの事件が関わっていると思う。そこはまだちょっとわからないの。でも気になることはちゃんと調べようと思って。調べていたら私の記憶も戻るかもしれないでしょ。わかった。私はアリスに従う。ありがとう、ちしゃ猫。もう体力がないです。何を調べる？あと、もう移動もろくにできないよ。パソコンも使えないのかな。これ移動で体力持ってかれるのめちゃめちゃしんどいし、さっきなんか意味も分からずタップしちゃったからな。もう話はできんし、今回ここまでにしておく。でもここ調べるとこないよね。この子たちのこととか聞けないのかな。聞けないね。どうする？一回体育館行ってみる。廊下かな。それとも視聴覚室か。多分もう一回ぐらいしか移動できない。一回視聴覚室行ってみるか。廊下かどっちかだと思うんだよ。これうーん、体育館前の可能性もあるけど、私視聴覚室行ってみよう。違った。今回はここまでかな。よし、じゃあご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。次回終われるかな。